3、2、1、ゴー！ GTR のドライバーちゃんと踏んでないの？俺を待ってるのか？ストレートでちぎったらもったいねえだろう。俺はバトルがしたいんだよ。本当のスタートはコーナーに入ってからだ。第一コーナー3台つながって突っ込んでくるぞ。あんなオーバーアクションなカニ走りでこの俺についてこられるわけがねえぜ。全身の血が沸騰したようなこのハイテンション、これこそバトルだ。とことん突っ走るぜ。どこまでついてこられる？違う、なんか違う。車の感じ、踏んでも車が乱れない。今までよりワンテンポ早く踏める。バイト行っている間に親父のやついじったのか。今朝の配達の時はこんな感じじゃなかった。そっか、出かけてたのはこのためだったのか。よくわかんねえけど、これはこれでいい感じだぜ。流れすぎないから思い切って踏んでいける。低速のヘアピンカーブは3人の得意分野だぜ。強力なブレーキできっちりスピードを落としてやれば。下りでフロントは嫌でも荷重が残るからな。最大の泣きどころのプッシングアンダーは出にくい。それに低いギアからの加速は他のどんな車よりも得意なんだよ。サーキットで最強のマシンは公道でも最強だぜ。リアサイドについているエンブレムは腐敗神話の R だ。俺の R についてこれるか？これか、俺はこの技に負けたんだ。改めてこうして拝めるとは思ってなかったぜ。近づいている。
力が追いついてくる。バカな。が10年前の車だという意識はこれで完全に吹っ飛んだ。一級品の戦闘力を持ったいいマシンじゃねえか。燃料はしねえぞ。ゾクゾクするくらい嬉しいぜ。こんな燃えるバトルはこの車に乗り換えてから初めてだ。
外からだと。危ねえ、突っ込んでくるぞ。なめてんじゃねえぞ、外から行かすかよ。また外から行った。ムカつくぜ。外側にうろちょろ出られちゃ目障りでたまんねえや。屈辱だぜ。大勢ギャラリーが出てる前でいいように外から つかれちゃな。無理に陰につこうとするから不自然なラインになって突っ込みが甘くなるんだ。そうだ、車1台がギリギリ入れない程度に寄せるだけでいいはず。それならもっと進入スピードを上げられる。よし、陰には来ねえな。86が消えた。まさか。おお、おお、しまった。肝心なところでアンダウン。外に行くと見せかけておいてブレーキングしながらラインを変えやがった。86ってのはあんなことができる車なのか。だけどこれで勝ったと思うなよ。このまま並んで立ち上がれば二速全開の加速で俺は前に出られるんだ。サンリーの底力を見せつけてやるぜ。